はい、皆さんこんにちは。はい、今日は12月15日、水曜日でございますけれども、今日もカリフォルニア州のアーバインシーからお送りいたします。こちらレックスでございます。今日もお付き合いくださいませ。そして、ぜひ私のチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。さて、久しぶりに、まあ、まだねロックアウトは終わってないんですけど、久しぶりにね、もしかするとカルロス・ロドンがねエンジェルスに入るかもしれないということで、噂ですね。ルーマーなんですけども、まあでもまた話、この間お話ししましたね、彼の話。3人ぐらいか5人ぐらい入るという話出てましたけれども、その中の1人の話が浮上してましたんで、どうなるか分かりませんが、まあまずね、彼はですね、あの9歳の時に、キューバから、キューバに近いというのはもうあのマイアミにいらして、そこでまあ勉強して大きくなって、まあ、野球のねピッチャーになりましたけれども、まあ、ちょっとね、ドラフトの時にね、ちょっとね、まあ、すごく良かったんだけれども、なんかちょっとした、ものがあって、それでまあドラフトがボーンと下げられたんですけどね。それでまあ今回はあのホワイトソックスが、オファーしていないんですけども、まあ、スコット・ボーラスというエージェントで、もうそれはもう喜んでおりますよね。他のところは絶対取れるだろうということで、まあ、ということで今ねどうなるかねまだ分からないんですけれども、一応まず彼を知りたいですね。エンジェルスに来てくれるかどうか分からないんですけど、一応ね話が浮上してるから可能性はあります。では行きましょう。お願いします。カルロス・アントニオ・ロドンはフリーエージェントであるアメリカのプロ野球投手です。彼はシカゴ・ホワイトソックスのメジャーリーグでプレーしたことがあります。2021年4月14日、ロドンはクリーブランド・インディアンに対してホワイトソックス史上20番目のノーヒットノーランを投げました。ロドンはノースカロライナ州立大学で大学野球をしました。ノーヒットノーランを投げてるんですね、20番目の。ホワイトソックスとのあれとして。すごいものだね、じゃあね。まあ、なんで、オファーしなかったんだろうね。まあ、しばらく、もうとにかく野球は毛が好きものでございまして、ご存知のようにね、大谷さんもトミジョンやって、まあ日本の選手はもう 4,5 人やってますね。サンディエゴパドレーズのユー・ドルビッシュもやりましたし、トゥインズのケンタ・マイダさんも やってますね、今現在ね。だから多分彼はね、エンジェルスに入るよ、分かるような気がするんですね。他は5人ローテーションでしょ。エンジェルスは6人ローテーションです。大谷さんがピッチして打ったりするから、彼はいいんじゃないかなと思って。ただ問題はね、お金がどのぐらい出すかということで、まあ、どんどん行きましょうかね。彼の情報、ちょっともっとどんどん行きましょう。では、さくらちゃん、お願いします。9歳の時にノースカロライナに移住したキューバ系アメリカ人の息子であるロドンは、高校の先輩として州のトップ投手の一人として浮上し、背中の痙攣が彼の速度を弱め、ドラフトで彼を押し下げた時に激しくクロスチェックされていました。まあ最初からクロスチェックされたんですけども、ただドラフトが下がっただけで、すごいことですよね。まあこの間も話しましたね、このロックアウトが終わったら、カルロスがですね、今ターゲットされてますよと話はしましたけれども、今日がこの新しい話がね、浮上してきたんですよね。LA エンジェルスの噂、このハローズっていうんですけど、ヘローズっていうんですけども、これエンジェルスのことですね。エンジェルスはついに MLB で、最多の先発選手の一人に、署名するかもしれないということでね、最高の先発か、かもしれない、かもしれないじゃなくてやってほしいなと思うんですけどもね、ということで、さくらちゃん、どんどん情報をお願いします。それではバナナ売りのトラさんの妹のさくらちゃんに読んでいただきましょう。ではお願いします。エンジェルスはこれまでのところこのオフシーズンに多くの先発投手オプションを検討してきましたが、カルロス・ロドンはまだ市場に出回っています。ロドンは昨年キャリアシーズンを迎え、エンジェルスはピッチング、ローテーションとブルペンの両方が悪かったため、7年連続でプレーオフを逃した。明らかに、
ロドンはエンゼルスにぴったりのようです。まあね、ぴったりよ。どんどん行きましょう。では、さくらちゃんまたお願いします。アットマークデイリーヘラルドによると、レッドソックスは先発投手フリーエージェントのカルロス・ロドンに関心のあるチームの一つです。それはやめてほしいですね。ヤンキース、エンゼルス、マリナーズ、ドジャースも興味を持っています。ロドンは ERA2.37 で 132.2 イニングを投げています。いやー、それにしてもこれは驚いたかな。ヤンキーズも、ヤンキーズ、エンジェルス、マリナーズ、ドジャーズも興味が持っているということでございますけどね。ドジャーズはね、お金があるし、ヤンキーズもすごいからね。エンジェルスは負けるんじゃないよ、天使のようにカルス・ロドンを取ってもらいたいと思っておりますぞ。ということでお願いします。はい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 、行きましょう。どん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 参りましょうか。はい、どうぞ。カルロス・ロドンは昨年、アメリカンリーグのサイ・ヤングのトップ5候補でした。彼がロサンゼルス・エンゼルスと契約した場合、来年は3人全員が同じチームに所属する可能性があります。大谷翔平も野球界で最高の投手であり、ノア・シンダーガードはこれまでで最高の投手だったからです。まあね、シンダーガードもあの怪我して、大谷さんもそうなんで、もう彼も入ってきたら怪我した後にこう、まあ元気出てくる。だからみんな頑張ってですね、来年2022年、頑張るぞみんな、でエンジェルスは行くぞーっていう感じでございます。私だけが力入ってるんですけど、まあね、ロドン、ロドン、まあロドンが書いてほしいな。はい、では参りましょう。どうぞ。さて、ロドンは健康を維持する限りいくつかの問題を抱えています。やっぱりね。彼はシーズンに28試合以上を開始したことはなく、今年は24試合しか開始していません。投げてないということですね。しかし、彼は今年のシーズンの終わりとプレーオフのために戻ってきたので、私は今のところ彼の健康にそれほど落胆していません。いいね。このね、情報をくれたね、MLB というか、あの彼がですね、落胆はしてませんよってことなんですけどね。どんどん行きましょうか。お願いします。エンゼルスが今年の自由市場で最も高い投手の一つを持っているロドンのような投手を手に入れることができれば、すでに取られているかどうかにかかわらず、彼らはそれを実現する必要があります。彼は今シーズン 2.37ERA と非常識な 183ERA+ で13-5になりました。9イニングあたり 12.6 のワイルドな打者を打ち取り、彼の三振対捕球の比率は 5.14 でした。なるほどね。ということで彼はまあ本格的にも購入を返しておりますということを言ってるんですけどね。はい、ということで。はい、じゃあ次行きましょう。こちらはどうですか。どうぞ。彼は本質的に誰も彼に対して質の高い打席を持つことを許していません。お、彼は9イニングごとに 2.4 打者を歩いただけで、9フレームあたり 6.2 ヒットを打たれただけで、9回あたりわずか 0.9 本塁打を打たれただけで、彼の 0.957 ウィップは、彼がどれだけ素晴らしいかを示しています。ということでございますんでね。まあ、走りかけてみんな情報を送り出しましたけれども、まあ、あの、ロドンがね、もうこっちはレンドンがいるんですよね。今度ロドンが入ってきて、ピッチャーの方はね。まあ、だからここに似合うんですよね、彼ね。ここ、はい。もしですね、入ってきてくれれば、二刀流の、ショヘイ・オータニー、ノア・シンダーガード、カルス・ロドンということでね、この雰囲気が合うんですよね。アロン・ループ、マイクル・ロレンゼン。まあね、これがね、すごい、これ1、2、3で、あとはね、もうこの辺あったらもう言うことはないね。このパトリック・サンダーバルとリード・メテリスでもうまくいくでしょう。1、2、3にも取ってるわけだから、これを取ってほしいですね、頑張ってね。まあ、ということで、取れればなんか良い話があるような気がいたします。ということで今日も本当にね、
あ、これを見るとね、ね、瀬谷さん、カープ、豊カープの瀬谷さん、ちょっと残念でしたかもしれないですね。うちに来ないかもしれないということでございます。ということで、カルロス・ロドン、もうね、ホワイトソックスじゃなくて、エンジェルスのボッシーがもうそろそろね、やってほしいものでございます。キューバー、9歳からキューバーね。ということで、本日も本当に見ていただきましてありがとうございました。それでは、See you later, alligator. See you later, alligator. それでは、後ほどお目にかかります。